こんにちは。大洲市議会議員の中野博です。今日は9月9日です。私は今、新型コロナウイルス対策室のある大洲市総合福祉センターに来ております。私も昨日、ファイザーワクチン2回目接種をいたしまして約25時間が経過をしました。発熱はしないんですが、やや体がだるいそんな半日間でした。 今回は大津市内におけますこのワクチン接種、えー、最新状況についてお伝えをしたいと思いますはいこちらの画面をご覧ください9月9日現在の大津市におけますワクチン接種状況の最新の数字です1回目の接種を終えた人数が26,035人接種率は68%です2回目の接種を終えた人数は 2万3,504人、接種率は61.4%ですまた、接種済み者と予約済み者を足した人数接種見込み者数は3万1,504人となっておりましてその割合は82.3%となっております大洲市におけますワクチン接種は県下の中でも非常に順調に進んでおります 今後も定期的に最新の状況を報告いたします。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までの視聴ありがとうございました。